うん、教えてくださいとか、お店どこどこ行ってたとかね。はい。で、まあ、それでいろいろ話してて、で、まあ、まあ、航空公園によく行ってました、みたいな話をしててさ。うん、まあ、思い出したんだけどさ、よくね、その、昔ね、私は小学校、まあ、低学年ぐらいの頃ですよ。うん、航空公園で、ほら、我々ネタ合わせとかしてましたけど、うん、あそこで、戦隊もののね、うんうん、撮影をよくやってたの。へー。ヒーローものの。へー。さ、よくスクビやってたさ、坂あるじゃない。はいはいはい、はい。カラフルな坂。はあはあはあ、塔の下の。はい、ありますね。あそこのね、中腹とかでね、よくやってたのよ。へー、戦ってるの？戦ってんのよ、怪人と。それをね、よく見に行ってて、うん、中学とか高校入ったらそうでもなくなったんですけど、うん、小学校ぐらいの時ね、異様にテレビに出たかったのよ。もう自分では分かんないんだけど。まあよくそれ言うよね。なんでなのか分かんないけど、だからさ、まあ当時も子役よ。だから掛布くんとかさ、真下好美とかさ、うんうん、いろいろ出た所さんの番組とか、うんうん、もう同年代ですよ、うん。それがね、もう悔しくてしょうがなかったの。なんで出れんだと。同じ。でも私別に何もやってないのよ。劇団に入るとかない。でも何、どうなの？自分は出たらもっとっていう気持ちあったの？あったし、うん、まあ、とにかく出たいと、テレビに。うん、そのね。それはあると思う。それはみんなあるよね、うん、テレビ出たいっていう気持ちは。すごく、うん、すごくあって、うん、まともにね、だから掛布くんとか見れなかったのよ。うん、その出てると、もうなんか悔しすぎて、もう変えたくなるぐらい。だって俺もそうだもん、パオパオチャンネルで。あ、そうだ、言ってた、うん、あれ。パオパオチャンネルで、ミニ四駆大会のやつ。すげえ。予選勝ち抜いて。すげえ。予選勝ち抜いて、うん、ちょっと出たんだもん。すげえ。ちょっと出たんだけど、うちの姉ちゃんが放送前にうちの弟テレビ出る、テレビ出るって言いすぎたら、ほんと4秒とかしか映んなかったから、うん、男子に泣かされて帰ってきたもん、ね。姉ちゃんが。姉ちゃんが。いやでも4秒でもすごいよ。見てたもん、うん、パワーポーチャンネル。ね。大竹誠さんとかさ。そうそうそ う, そう。吉沢明恵さんと出てたやつね、うん。まあそれはいいんですよ。まあそういうの、とにかく出たかったの。うん。いろいろと。うん。で、その戦隊ものの撮影をまあしてるじゃない。うん。それでしょっちゅう見に行って、うん。なんとかして出れねえかと思ってた。うんうんうん。なんかそこで目立ったら、うん。そのスタッフさんにね、うん。あれちょっとあの子面白いねってなって。まあ、子供の考えよ。絶対ないけど。なんかな？なんか、ちょっとなんか、ちょっと怪人に襲われる役とかで、うん、ちょっと使ってみてもいいんじゃないかってなんか大人の人が言って、うんうん、出れるんじゃねえかと。見抜く力のある人がね。うん、と思っていつも。あの子いいね、みたいな。そういう人がいると思ってるしね。いると思ってるし。なんとかして出たいと思って、自転車でいつも行ってたんだけど、うん、坂の中腹ぐらいでやってんじゃん。うん、だから、なんとかして目立とうと思って、ぐらーっとこう、大回りしてきて、うん、坂をね、うん、全速力で降りてくるっていうのを、何回もやってたんですよ。うんうん、ね？で、その度に、ちょっと見切れたりとかしちゃって、撮影が中断とかするんだよ。うん、で、怒られたりするわけ、うんうんうん。それとか、車輪っこでバーっと走って、うん、木に思いっきり衝突してこけて、いでででででででとか言うとか、うん、いろいろやってたんですよ、うん。それぐらいテレビにすごい出たかった。こう目を引こうと、アピールだね。そう、アピールしてて。ほいで、うん、まあ、出れないよ、そんなのは。そらまあそうです、ね。そらもう無理ですよ。うん、しかるべきですね、その組織に入ってさ、うん、頑張らないと出れないですよ。そらそうでしょうよ。でもどうしても出たかったから、うん、ある時ね、まあ、それがなんか変な感じにね、こう作用しちゃって、うん、あと学校行って、うん、当時趣味だけの大丈夫だってすごい、まあ、流行ってたわけですよ、うん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 。月曜の8時かな、夜。うんうん、で、火曜に学校行ったら、うん、みんなもその話になるわけ。うん、ね、うん。で、まあその日もそんな話になってて、うん、で、みんなで盛り上がってコントの真似とかしてさ、うん、まあ子供ですか、うん、やってて。でね、ポロッと私が、うん、志村けんの大丈夫だに出るんだっつって。うん、その、完全なる嘘ですよ。出たい出たいって気持ちが消化されないから、そうそうそう。もう、嘘でもって。嘘でもっつって、もう出ちゃう。その気持ちを成仏させる。そうそうそう。出るんだっつって。出るんだと。で、当時、そのね、コーナーがあったのよ。うん、その観覧が、そのコントいっぱいあって、うんうん、クイズのコーナーがあってさ、うんうん、クイズなんだろうなっていうコーナーがあったのよ。うん、で、なんだろうなって、志村さんがタイトルコールしたら、客席が、なんでもねえよっつって返すっていうコーナーがあったんですよ。うんね、そこは番組観覧でお客さんが入ってるわけ、うん、そこに今日行くんだっていう嘘をついた。まあ子供だったらあるわな。もう前の日ね、うん、オンエア見てテンション上がってるしで言ってしたらね、その周りにいた何人かの話が、うん、マジでっ
ってなるじゃん。そりゃそうだよ。子供の時のテレビ出るで今なの。すごいっしょ。何倍もすごい。んで、すごいな、つって、当たったんだよ、みたいな感じ。すごいな、つって、今日行くんだ、つって言って、まあそこでまあ、もうちょっと盛り上がって、うん、まあ終わったんですよ。うん、でね、まあ授業とか受けてるじゃん。うん、したら、その、私の嘘が、うん、あの、結構早い段階でクラス全体に広まったのよ。いやそりゃそうでしょう。ね。うん。で、もう、昼前ぐらいには、学校全体に広まってたのよ。他のクラスから見に来られたとかしてんの。これはやばいな。これはもう恐ろしいじゃない。うん。ほいで、うん、そのさ、嘘だからさ、うんうんうん、ちょっとした嘘がもうさ、うん、広まる頃にはさ、うん、違う形になってたりするじゃないですか。うんうんうん、まあ、行くは行くと。うん、で、行って、テレビに映るんだと。さすがっていうやつ、はいはいはい。で、しかも、もうそろそろ学校を出るらしいって話になってて。忙しくなるから。忙しそう。だからもう収録の時間がね。すぐ行かなきゃいけない。学校を最後までいない途中で、あの、帰るらしいみたいな話になっちゃってて。で、飯とか給食とか食べててさ、周りが、あれっつって、まだいるのみたいな感じになってんのよ。全く嘘だから。どうすんのどうすんやばいと思って、もうさ、もう嘘って言えないレベルなのよ。え、小何小4ぐらい。小 4? うん。5時間目ぐらいなってるもん。いや、昼飯食ってるぐらい。給食の時間ね、うん、小4ね。小4の。やばいよ、これは。んで、もう昼休みになったら、うん、まあ、集まってくる。いろんな学年の人が。ガラガラなんですよ。あの人が行くみたいな、うん。大丈夫だ、行くんだ、つって言って。志村けん、サインもらってきてくれよ、みたいなやつも言ったりするわけ。いや、俺ら小4の時の大丈夫だよって言ったら、もうすごかったからね。大丈夫だよ、すごかったよ。すごかったからね。いや、そうよ。うん、おいでさ、もういつ行くんだいつ行くんだよなっちゃってるから、うん、もうねあのとりあえず、うん、あの行かなきゃしょうがないことになってるわけです、うん、その時点で、うん、だからもう私もね追い込まれて、うん、先生のとこ行って、うん、あのちょっと早退させてくださいと、うん、とにかく学校からいなく仮病でだよなんつったのお腹が痛いっつって100嘘だよ痛くねえのそれお腹が痛い聞こえちゃったらもうやばいでしょ、うん、やばいやばいだから先生のところで行って昼休みの時職員室に行ってここで行ったここで先生ちょっとお腹が痛いんでまあ、周りキョロキョロしながらキョロキョロして帰らせてくださいっつってなんだお前どうした珍しいな、うん、つってそれはそうだよお前全然全然健康有労じゃない、うん、すいませんお腹痛いんだっつって、うん、でなんとかまあじゃあ分かったと、うん、お前がそこまでよっぽどのことだなと我慢強いね、うん、春日がそんなこと言うならっつって言って、うん、で帰らせてもらったんですよ、うん、昼飯食った後に、うん、ほいで帰りながら、うん、なんか分かんないんだけど、うん、一人で泣いたんですよとんでもないことになっちまったんだ怖くなっていや分かるよ何、うん、なんでそんなこと言っちゃったんバカだな俺ってバカだなって言って、うん、10歳の春日少年がさ、うん、泣きながら10分ぐらいかけてさ、うん、家帰ってさ、うん、したらさ家にね、うん、その母親もいるわけですよそうだよねそこで母親は、うん、別に、ま、帰ってくるの早いわけだから、うん、学校から1時ぐらいに帰ってきちゃってるから、うん、泣きながら、うん、どうしたんだとどうしたんだなる、うんで、あのもうね、うん、嘘つけないからさ、うん、いや新馬家の大丈夫だねって言ったら学校が盛り上がっちゃって帰らされたって言ったらなんなのそれってもう一回学校行ってきなさいって言われてそこでまた泣いてさもうとんでもない状況よ10歳の少年にしたらで結局その暗くなるまで航空公園の滑り台で座ってたんだ学校行ってるふりをしたってことか。だからもう家にも帰れないから、で、学校にも帰れないじゃない、うん。そらそうだ。だからもう公園行って。子供にしたら居場所がないだ、うん、自分の居場所がないですよ。滑り台のところにずっと座ってた。そうよ。で、泣きながらさ、10歳の少年が。うん。うん。いやいや、だからもうほんと、嘘はいけないよっていう話ですよ。気をつけた方がいい。気をつけた方がいいですよ。俺もね、うん、俺が主人公のファミコンのカセットが出るって嘘ついて、うん、大変なことになったことある。